ロスノーボーダーで JWSC コーチの大友秀樹です。この動画はロールアウトについて説明していきたいと思います。オフトレでスケートボードを取り入れている理由なんですが、オフシーズンでもスケートボードに乗ることによってスノーボードの基本的な動きのトレーニングになるからです。ロールアウトなんですけれども、ボールなどのアイテムから外に出る時の動きのことをロールアウトと言います。その時に滑っている面に体を垂直に合わせる動きがスノーボードにとても活かすことができます。体を垂直に合わせないと板にうまく力を伝えられず、バランスを崩しやすくなります。逆にこの動きができるとキッカーなどを飛ぶ際にアプローチ、テイクオフ、ランディング全てにおいて安定した滑りができるようになります。ロールアウトの練習にはポイントが2つあります。1つはしっかり外に出られるだけのスピードをつけるために事前のパンピングを十分に行うことです。もう1つはテイクオフの瞬間まで体を面に対して垂直に保つことです。コーピングギリギリまで体は垂直に保ち、テイクオフしたら両膝を体に近づけると同時に着地の面に体を垂直に合わせていき、両足でしっかりと着地します。動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。